皆さん、さゆチャンネルのさゆです。はい、今日はね、この間ね、傘をね、最近私始めたんですよ。で、こちらが今まで使ってた100均のね、傘なんです。で、いいのがないかなと思って探してみました。そうしたら、前にね、テレビショッピングかななんかで見ていいなと思ってたら、ちょうどその傘をやってる時に思い出して、携帯で見て探したらあったんです。こちらね、届きました。で、これがちょっとあってね、これ MTG 株式会社ってやつかな。レファのこちらね、こちらカッサ、リファカッサ M1 ってやつを買いましたね。こちらすごい入れ物なんですよ。で、こちらこう開いてね、で、こちらを開けます。パカッとまだね、まだですでは、で、この袋に入っていて、で、この入れ物がね、なんかね、すごくいいんですよね。この箱からして、この入れ物がまたいいで、この中で私はこのね、こちらの色を選びました。で、この色とここのね、これがもうくる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 、これ回るんですよ。くる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 とね。で、ここの間にここをこうにして、こうやってここに間が入っていくんですよ。こういう風に、ここと、ここの間に肉が、すごく良くないですか。すごい気持ちいいな。これ初めてやった時に、おおとか思って、よくほら、ありますよね、こういう玉がこう、もうちょっと大きいやつで、こうやってやるやつ、あれの感じみたいな感じで、すごい吸い付くの。これいい、これはいい。ここに、あ、これはここ、こうするのかな、違うよね、なんかすごい、やっぱりこれはここかな。ちょっと見てみよう。説明書何も入ってないみたいなんですよ。やり方としては、ティファっていろんなのがあるのね。ほら、こういうのもあるみたい、いろいろ。へえ、健康グッズなのかしら。これの説明書とかはなんかないのかしらね。他にこういうものがありますよみたいなのはあるけど、これこんな感じ、わかるかな。そうそう、こういう感じになんか吸い付くの、間に、このよくないで、肝心のあれないのね、説明書。その他にっていう感じであるだけかな。いやー、ちょっとこれも欲しい。見たらこれも欲しくなっちゃった。ヘッドマッサージいいんですって。ヘッドマッサージこうやってやるの書いてないね。ちょっとあとじっくり見よう。説明書が何も入ってないんだもん。入ってないね。あとこれなんか入ってた袋、何これ。磨き用ハンカチ。ここにちゃんとね、このマークがついてる、ティファのマーク見えます。説明書なんか入った。
ってた入ってた。おかしいなと思ったんだよな。なんか説明書がなかったらね使えないもんね。あ、ちょっとあった、こんなに熱くあった。ちょっとちっちゃいな、字がちっちゃいな。基本はこれ見るとここの部分、ここのね、ここの部分はここでこうする、でこうにする。絵ではそんな感じになってる。あ、どっちでもいいんだ、どっちでもいいみたい。あとでじっくり見てみよう。字が 見づらいわ。ローラーのところはここでこうにしてもいい、ローラーの方。あ、ここでもなんか吸い付く、吸い付く吸い付くわ。いいわこれ。ちょっとあとでゆっくりゆっくり時間見ながら見ていこう、ね、なんか素敵な感じの、いい感じで。こちらお値段が 15,800円でした。高い高いね。でもポイントがねあったんで、1,700円分あったのかな。2,000円はなかった。その1,700円分で13,000円ちょっとぐらいで買いましたね、私はね。なんか綺麗ですよね。ほら白で、これね紫っぽい色とコンケートがあったのかな。そうで、私は白がいいかなと思って白にしました。綺麗、うん、これから 寝ながらお布団に入りながらこうやっていつ寝ちゃってもいいようにいいかなと思って買いました。あ、これはいいわ。はい。であともう一点ね、私ね、最近暑いじゃないですか。それで私お弁当を持って行ってるんですけど、たまにカップラーメンとかしちゃうんだけど、カップラーメンの時はみんなに言われるんですよね。あ、暑くないのって、暑いですって言いながら食べてます。そこで私おそうめん持ってきたくて、お弁当箱をずっと探してて、いいおそうめんを入れるお弁当箱なんてあるのかなと思って探してたら、こちらね、ホームセンターで見つけたんですよ。でここをこう見てわかるように、うどんもね入れていいみたい。汁なしでね、汁なしの方でお汁を入れない感じでやっていく。でその上におかずを乗せる。でこっちの方を見るとこのカレーがあるんですよ。でカレーも汁気がない感じのカレーなら入るみたいな感じになってます。ちょっと開けてみましょうね。昔元旦那様が様いらないかな、乾麺塗装屋さんだったんですね、元旦那さんはね。ちょっと私ちょっとコーヒーいただいていいですか。喉からちょっと、はあ、うまい。乾麺ってのの塗装職人さんって結構外で働いてるからね。で乾麺を探すところに、その乾麺が一番いいっていう元旦那さんが言ってたんで、それで私乾麺探したら、今乾麺ってあんまり売ってなくて、ホームセンター行ったら、たら似たような感じのやつがあったんですね。これにおそうめん入れてこうかなって考えて、いいかなと思って。どこの製品なんだろう、ちょっと英語で私よくわからない。どこの製品なんだろう、スケーター株式会社、スケーター株式会社っていうとこですね。でちょっとこれをね、ここに開けるんですよ。ここに開けて、こっちもこう開けて、
うちの子供はね、あのキャンプに持って帰るねって、これ結構熱いんですね、蓋も。で、中身は蓋開けたらこんな感じで、ここにおかずを入る感じで、これはもう何もないです。ここにあのそうめんをあの茹でたやつをこうやってこの中でちょっとくるっと回して、この中に入れようかなっていう。で、こっちにはあの端っこにちょっとおかず入れおかず入れね、ここにちょっと長ネギをちょっと入れて、あと卵焼きと唐揚げとか簡単なもんだけ、本当に簡単なもんだけ入れていこうかなと思ってます。このね、形に私気に入っちゃった、形がもっとね可愛いのがねあったんだけど、ちょっとそうめんにはねあんまりほらあったかくなっちゃ嫌だしなと思って、でたまたまこれを見つけて、でこれがいいかなと思ってこれにしました。スケーター株式会社って書いてありますね、ここに見える、スケーター株式会社なんて読むんだろう、これ全然わからんわからない。スケーター株式会社、真空ステンレスランチボックスって書いてありますね。ということで、私は明日からおそうめんをこの中に入れて、あの保冷剤を入れてちょっととりあえず冷やしておいて、お弁当箱だからここら辺でも冷えそうですよね。ステンレスだから。はい、今日はねあのお弁当箱新しいのしました。明日からねこれね使ってね食べていこうかな。おそうめん、夏はやっぱりおそうめん、会社でおそうめん。あとこれね、こちらリファのカッサ15,800円ですね、こちら買いました。すごい気に入ってる、気持ちいいもん、ここ購入すると。はい、今日はねこちらを買って、あのまあここのとこね最近ね 2,3 回使ったかな、ね、寝ながらやってますね。はい、今日はねこんな感じで終わりたいと思います。今日のね動画が良かったらグッドボタン押してください、チャンネル登録もお願いします。じゃあね、バイバーイ。これ楽しみ、おそうめん、おそうめんとこで、こちらの方もねやっていきます。おー、たまにはね15,000円かけてもいいかな、自分に。はい。